回目の放送が終わりました。はい、もう早速メールをいただいていますのでご紹介させていただきます。さいたま市圭介さん38歳です、うん、奥様に質問です。雅人さんが現役時代、怪我はもちろん一歩間違えれば命の危険性を伴う職業でしたが、それに対する不安はありませんでしたか？妻は私だったら顔を腫らしたり怪我をして帰ってきたらそれだけで気絶するって言ってました。試合の時はいつもどんな思いでしたか？まあやってる僕からするとですよ、まず、怪我はまああれかもしれないですけど、死ぬことは絶対ないと思ってましたね。死ぬことはないでしょうと。でもね、打ちどころが悪かったらとか、いやそのために練習があるわけで、とにかく格闘技で一番大事なことって何かっていうと打たせないことなんですよ。もらわないこと、そうっていうことがあるんで、もう怪我をするとかそんなことは考えたことなかった。自分でも怪我すると思ってた。確かにあまりその練習でももらったことがないじゃない、で顔に傷を作るタイプでもなかったから、そういう心配はなかったんだけど、やっぱり1日ワンデートーナメントね、トーナメントでもう3試合あったでしょ、あれはきついからね。あの日だけは緊張したね。やっぱそうだよね、でも緊張するんだね。あの日だけ緊張というか気が重い。今日辛いことやるなみたいな。やっぱねその時はもうしょうがないと思っていたからね、特に仕事だからね、こういうね危険な仕事ですので、こういう心配をしてたら尽きないというか、ね、やっぱり危険、何かをやるには何かを捨てなきゃいけないからね。いやでも本当にすごい顔を腫らした時は、だけどさ、一番最初は思うけど、それが慣れてくるとさ、どうせ一週間もせず治るんでしょと思う。いやー思わないよ。俺そう思ってたけどね。いやだからやっぱりそれはね、当の本人だから、ね。いやもう折れない以外の腫れはもう元に戻ると思ってたから。折れたら多少変わるけど、それでも多少かなっていう。でも あれだけこう顔をもらったりね、こう足を張らせたり、本当に危険な仕事だなと。だけど今格闘家の人を見ると大変なことやってるなと思うよね。俺も二度とやりたくないけど。はい、このようにですね、メールをお待ちしていますのでよろしくお願いします。それではまた次回も聞いてください。マサトと矢沢慎でした。